ディアーミットとグラーニアは、ジョージ・ムーアとウィリアム・バトラー・イエッツが1901年に共作した三文子エドワード・エルガーが彼の作品42となる、付随音楽を作曲した。ムーアは、オーガスタ・グレゴリーの訳による、フェニアングーは、ザッパースート・オブ・ディアマド・アンド・グレームをもとに小説を執筆した。これを演劇として仕立て直すにあたってイエッツがムーアに協力を行った。 完成した演劇は三幕構成で、指揮者のヘンリー・ウッドへと捧げられた。初演は1901年10月21日に、フランク・ベンソンのイングリッシュ・シェイクスピアン・カンパニーが、ダブリンのゲーティシアターで行った。ベンソンが、ディア,アー・ミットを演じ、その妻であるコンスタンスが、グラーニャ役、ルーシー・フランクラインが、レーバン役を演じた。当日のプログラムは本立てで、本作に続けて、 ダグラス・ハイドのカサ・アンチャゴンがゲール語連盟所属のアイルランド語和社のアマチュアたちによって上演された。イエッツとムーアは主に形式について頻繁に衝突し、そのために出版用の最終版が完成されないような状態であったが、こうした共同作業の難航にもかかわらず上演は好評をもって迎えられた。また、 アイルランド人の登場人物をイングランド人俳優が演じたことも物議を醸した。初演後、時折その貢献意義が揺らぐかに見えたイエーツが作品へと向けられたあらゆる批判に対して反論を行った。作曲の最終段階になったところで作家人が歌曲を加えることを決め、エルガーが音楽を提供した。エルガーがこの演劇に付した音楽は彼の作品十二となり、 タイトルをイギリス英語風に改めてグラーニアとディアーミット・グラニアディ・ーハーマドとした。楽曲はわずか2曲しかない。還元楽のための助走と早々更新曲、コントラルトのための歌曲、ゼア,アレ・セブン・ザット・プル・ザ・スレッドである。ムーアの構想ではエルガーへの移植は全く想定しておらず、彼は当初ヘンリー・ウッドに劇音楽の作曲を依頼したものの、 ウッドが彼にエルガーを推薦したのであった。ムーアはエルガーにオペラを作曲してもらいたいという野望を抱くが、まずは第三幕のディアーミットの死の場面への音楽から着手するように依頼した。この場面はセリフをこれ以上深めることができないので、音楽によって感情を汲み取ってもらいたいとの考えだった。その気になったエルガーは台本を読みもせずに、長々とゆったり進む。 早々更新曲を書き上げた。その後、奇妙なホルンの信号に始まる、女装および女性主催霊版の死の場面において、彼女のつむ二者の側で歌われる歌曲が追加される。早々更新曲は1902年1月18日に、ロンドンのクイーンズホールで、ヘンリーウッドの四季により初めて劇とは、独立して上演された。この曲は、更新曲、 岐阜堂々とも比較される出来栄えとなっているが、作曲された時期は岐阜堂々の第1番よりも早いことが注目される。演奏時間は合計で約12分。女走と、早々更新曲フルートに、大ーボエに、コーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューティンパに、大太鼓、シンバル、金、 ハープ、言語部。ゼアルセブンザットプルザスレッドフルート、クラリネット、ファゴット、フルニ、ハープ、言語部。注釈出典。ありがとうございます。